哲郎のお母さんに負けないくらい、この宇宙に永遠の命の理想郷を作ろうとした時から母は変わった。私から遠いところへ行ってしまった。父と母と幸せに暮らしていたあの頃が懐かしい。もう一度あの頃に帰りたい。you